エマニュエル・マタディは、リベリア・モンロビア出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒01、200メートルで20秒44の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピックのリベリア代表。リベリアに生まれ育つも、リベリア内戦の影響で7歳の時にアメリカに移住した。当初はアメリカンフットボールを中心に取り組んでいた。 しかし、高校2年生の時から陸上競技を本格的に取り組み始めると、2009年のミネソタ州高校リーグ選手権の2部に出場すると、男子100メートルを10秒21、男子200メートルを20秒54でそれぞれ制して2冠を達成した。2016年6月11日から、 リベリア代表として大会に出場することが可能となり、約10日後のアフリカ選手権に初めてリベリア代表として出場した。男子100メートルは決勝に進出するも10秒24の5位でメダルを逃したが、男子200メートルでは100メートルに続いて決勝に進出すると、ウェード・バンニー・キルク、アダマ・ジャメに次ぐ20秒55で銅メダルを獲得した。 2016年8月のリオデジャネイロオリンピックでは、リベリア代表選手団の騎手を務めた。出場した男子100メートルは10秒31で予選敗退に終わり、男子200メートルは自己ベストに迫る20秒49のリベリア新記録を樹立するも予選敗退に終わった。2018年12月、アメリカのプロレス団体、w WE のトライアウトを受験した。 記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。